どうも、おやきです。うまい！軽井沢に行ってきました。千葉の。何？アルドール千葉ニュータウンとかに行くときに通過してましたが、初めて来た大会会場です。オープンしてまだ1、2年とからしく、設備が綺麗。自分が入院する前にトマトさんとダブルス出場しようと話をして、トマトさんが見つけてくれました。参加が5ペアでしたので、総当たりの全勝ペア同士で、決勝と相なりました。では、決勝の模様でございます。綺麗なオムニコートでございますね。対戦相手の方が、実はタリー視聴者の方で、決勝の模様を撮らせていただきました。トマトさんと知り合って7年くらいになると思うのですが、ダブルスの試合に出たことが今までありませんでした。自分が入院前にせっかくなら、と今回の大会に至りました。初出場で初優勝となるか。ハゲのサーブで試合開始でございます。リターンに押されましたね。ボルトハゲ。今度はナイスボレートマト。何やってんだお前！普通に入っておりました。ウォッチミスハゲ。解説するよ。よ。ポン。アウト。なんだって？インプレーのジャッジ相違ですね。普通に球返してましたので失点でございますね。ブレイクスタートと相なりました。お相手の方のサーブでございます。サーブめっちゃ早いです。トマトさんも押されてますね。お相手の勢いに2人とも押されております。トマトさん任せた。さすがトマトさん、ナイスリターンです。自分も続き。サーブ早いしバウンドも低くて取れません。トマトさんサーブ。初手フォルトは美学。なんとか守りましたが、お相手のストローク強烈です。当たり損ない。前に出たかったハゲ、焦って邪魔しました。トマフォルト。お相手のペースに巻き込まれてますね。お相手のストロークボレーが良かったです。ここまでゲームが取れず。なんか悪い予感がするぜ。もう落とせません。ここはブレイクしたい。たお相手も攻め気ですし、こちらが引かないように。基本はやはり平行陣で来るようですね。それならハゲは前で迎え撃ちましょう。トマト。目の前でトマトが走り抜けました。トマトは急に止まれませんので仕方ありません。ナイスリターン。これも良いロブです。さすが、頼りになるトマトです。ここで頼りにならないハゲ。ナイスサーブでしたが、ブレイクできました。この勢いで追いつきたいハゲのサーブ。
ダメですね、ハゲは前に行かないと捕まります。前に行きましょう。トマトプレッシャー。トマトさん体幹ずれないっすよね。ナイスボレー。このゲーム動いてプレッシャーかけてますね。すごいバックハンドアプローチでしたね。しのげてよかった。欲しい。でもポーチはナイスプレッシャーです。ここはなんとかキープ。良い流れですね。追い上げていきましょう。この方のサーブをブレイクできたら大きいですね。やはりリターンが捕まります。トマトさんが頼りです。いや、入る隙がなかった。こじ開けないとですね。ようやく低くリターンできました。流れを変えたい緊張感。じゃあいつやるか。今でしょうか。ここはハゲが待ってました。このポイントは大きい。なんとか拾う。トマトも拾う。危なかった。力の入るラリーでございました。さあトマトさんお願いいたします。ここはハゲのチャンス。焦ってボンダ取られました。出た。ギリギリアウトでしたが、やらかすところでしたね。何はともあれ追いついてトマトサーブ。え、何そのコース怖。トマトさんダブルセカンドらしく、セカンドがいやらしいんですよね。ナイスサーブでございます。良い流れです。力入りすぎてエビみたいになってました。危なかった。キープできました。逆転できました。お相手のサーブです。危なかった。ポーチ狙われましたね。平行上がってきますね。ロブ。上がってくると思いましたのでロブボレー狙ってました。ここも思い切り行きましたがうまく入りました。ちょっとできすぎくん。このゲームハゲにしてはできすぎくんでしたね。このチャンスでハゲのサーブ、嫌な予感がします。それってあなたの感想ですよね。ポーチは失敗。1919、緊張感があります。ハゲにしてはフォルトしてませんね。言ってるそばからしましたね。飛んでけーって気持ちでロブします。この緊張感の中、占い的な気持ちでロブ打ちました。勝機は我にあり、強気でいきましょう。対戦ありがとうございました。3ゲーム練習されての6ゲーム練習は濃かったです。本当普通に勝てる気がしなかったです。相方がトマトでしたので変な気負いなくのびのびできたが勝因ですかね。
ご視聴ありがとうございました。トマトと初組で優勝できてよかったです。入院前のタイトルとなりました。